感染拡大防止と経済両立を国民の皆さんは一番望んでいるというふうに思います。安心して生活できる元通りの生活、ここ一刻も早く実現したいと思います。今取り組むべき最優先の課題は新型コロナウイルス対策です。来年前半までに全ての国民の皆さんに行き渡るワクチンの確保を目指しております。経済の再生は引き続き政権の最重要課題です。金融緩和、財政投資、成長戦略、ここ3本を柱とするアベノミクスを継承して、今後とも一層の改革を進めてまいります。新しい内閣に対する国民の期待、今国民が求めているのは、この新型コロナウイルス、その収束をなんとか早くやってほしい。そして同時に、経済をしっかり立て直ししてほしい。まさにこの感染拡大防止と経済両立を国民の皆さんは一番望んでいるというふうに思います。私たち今日内閣が発足したわけであります。まずこのことに全力を挙げて取り組んでいきたい。そして国民の皆さんに一人一人が安心して生活できる元通りの生活、ここ一刻も早く実現したいと思います。国民のためになる、ために働く内閣を作ります。国民のために働く内閣、そのことによって国民の皆さんのご期待にお答えをしていきたい。どうぞ皆様のご協力もお願い申し上げたいと思います。